庁舎正面浦和警察署は埼玉県警察が管轄する警察署の一、県内筆頭の大規模署であり、署長は警視制。署舎内に埼玉市警察部と第一方面本部、また交通管制センターも併設されている。浦和駅西口から徒歩15分。戦前の浦和警察署は明治9年に新島富の成果である中田屋を買い取り設置された。 その後、現在地に移転し、跡地は浦和商工会議所を経て、現在はザ・パークハウス、浦和タワーである。括弧内は所在地。2015年9月3日本所地域課の男性巡査部長が朝霞市の男性宅に侵入し、首をロープで締めて殺害した。また、金庫内にあった現金100万円を盗んだ。取り調べに対し、男性巡査部長は、 金銭目的で男性宅に侵入したという趣旨の供述。13日、県警は殺人と住居侵入の疑いで男性巡査部長を埼玉地方検察庁に送検した。男性巡査部長は妻子がいるにもかかわらず、捜査過程で知り合った不倫相手と二重生活しており、経済的に困窮していた。支払い期限の迫った借金もあったが、事件後に返済し、 不倫相手と旅行もしていた。殺害された男性宅には、2014年10月、男性の父親が自宅で亡くなったため、同僚と遺体の検視で訪れており、その時に、金庫の場所や、施錠状況を把握していた。2018年10月2日、高等殺人などの罪に問われた元巡査部長の、上告を最高裁判所、第二章法廷が帰却したことで、 無期懲役の刑が確定した。ありがとうございます。